青9図。青9図は1834年、金正宏が作成した朝鮮半島地図。青9線表図ともいう。青9は、朝鮮半島を指す画唱。韓国の宝物大1594号に指定されている。現存する古地図の中では、最も大きく、横462センチメートル、縦870センチメートル、縮尺は1、21万6000である。 古地図の中で一定の大きさの地域に区分し、縮尺が同一の全国地図の中で最も精密であり、後に制作される大東予地図の基礎となる彩色筆者本である。上下2冊になっており、現在、ソウル大学校内の継承閣、韓国国立中央図書館と、峰南大学校附属図書館に所蔵されている。金正宏が制作した最初の地図であり、 二冊に分けられている、青9図は、最初に、最寛期が書いた抜群を載せ、次に、金正弘が書いた判例があり、一面台になった、四軍三冠図、三国全図、本町八道政教合図と四面台の、白木九州軍県総図、高麗後同僚会集県総図、本町八道集県図層目が載せられている。四面台の白木、高麗、 朝鮮地図は行政区域及び地名の時代的変遷を外観することができ、青9図の各地方地図を探すための作品的役割をしている。それ以外に付録として、軍国総名表という題目の当時の行政区格別男女人口、軍保、国母、亡命、伝多、民庫等が記載された表がある。また、地図の内容には、推計、地形、城郭 倉庫、駅道、呪し引きり、橋梁、峠、島、湖こ、市場、群病、包み関、土産、高能、風俗、寮母、寺説など、その地域の特色を表す、地市事,事項も詳細に記録している。全国を横22層、縦29層に分け、見やすいように冊子状にした僧321面の冊子図であり、横70り。 縦100里を基準に方眼を引いた確定地図である。これは東西の長さを1540里、南北の長さを2900里と計算したものである。このような確定法は従来の確定法とは異なり、清楚の時代、天文観測により定まった8度の極高度を根拠としたものである。この時、南北3000里は縦30層であるが、 ジュ島と全羅道をつなぐ一層が省略されている。また、青9図は、それまでの方眼が地図の上に引かれてありさんと川を分ける、既存の地図の問題点を指摘し、各面の上とした、または右側に十里の方眼を表示したのみで、地図の上には方眼を引かなかった。そして、軍権の境界を確実にし、特に飛び地とと入地を表示し、一目で分かるようにしたのだが、 この点で、青九図はそれまでの、どの地図よりも、実用的である。青九図には、作品図的役割をする本庁8、同州県図層目が収録されている。これは地図を探す方法を作ったことで、経緯線表には、方眼の縦横に連番が付けられ、各地図の方眼に書かれてある縦横の連番をたどって、地図を簡単に探すことができる。 軍権を把握し統治するため一般的に収録した知識的な内容である戸口、ち、太唯、国葬、軍長の数とソウルまでの距離を各軍権が記されている地図の上に直接記録し統治情報を表した。そして、白木以降の各軍権の名称の変遷を誘致の周囲に、白木は、らと、高来は、例と区分して記してあり、行政区域及び、 地名の時代的な変遷を概観することができる。また、過去の戦闘の記録など、当時としては重要な、様々な歴史情報を該当場所に簡略に記して、あり、歴史情報を知ることができる。最後に、自然地理情報としては、山の表示を大きさや重ねた線の数でもって、地形の工程を一部表現したことで見つけ出すことができる。四方十二個の方位に分け、 十里間隔の円が描かれてあり、この地図式は記号のみ別途に集めた判例表ではなく、地図上で直接、海、川、山、遊城、牧場、池、橋、峠、のろし引きり、楼角などの記号を説明しているのが特徴であるが、このような地図判例の表現は、現代地図でも使用されている方式である。判例の用途で最も重要なのは同一の情報を、 同一の記号で表現し、地図に収録された情報に統一性を付与し、利用者に一目瞭然に理解できるようにする点である。判例の内容は、方面の呼び名が面、某、社のように地方により異なっていたのを面に統一させた。また、陳歩、保護ライン、駅、蔵などの位置表示があった曖昧さを克服するため、陳、社、駅、蔵の文字の部分が位置であることを、 はっきりとさせた。軍権誘致の場合、横に長く大きい四角形を通して、情報を統一させたが、内側に固有名称など二字を書き記し、他の軍権と区別できるようにして、平衛水英、東英、各種英は横あるいは縦に長く小さい四角形の中に名称を書き入れた。のろし引きりは、火が燃える三角形型で描かれている。これ以外に道路が、 黒色の実線で表示されてあり、河川は黒色の総線に青色を塗り、山地は黒色の連続した峰に緑色を塗っている。作品図、地図情報の結合、地図式、判例をもって、また地図構成での方眼確定や方位算出、極光による地図の補正などは当時、青旧図が朝鮮において、最も科学的知識と技術を活用した地図であったことを示している。 青9図は当時のどの地図よりも優れてはいたが、小地図ゆえの欠点を持ってもいる。地図の図式、すなわち地図式において伝統的な方式を採用し、方位を十に方位とすることで、地図自体は正確であるが、地図の地点表現が不明瞭になった。推計は正確に表示された一方で、山脈は陳山を中心に表現したことで山脈が多い。 東側が実際よりも大きく描かれた。さらに吹きが多く地図の独立性よりも散りし、東越し寿司の複図的な性格を帯びている。青九図は、最寒期の青九図台によれば、次のような制作原理で作られた。1、分立、地形の東西南北の福音に、順望む、彼の地と、その地の地形を理解する方位3、通り、彼の地と、その地の距離4、高下。 地形の工程語、型じゃ、地形の特徴や、歪み六、宇字か、地形の凹凸や湾曲、青9図は、廃州の6体に沿って作られた。すなわち方眼線を引くとき、横70里、縦100里に分け、分離数を考慮し、順のゾむは、東西南北の4型くらいの代わりに十二関詞の十二、方位法を使って、方位を明らかにした。 距離の一指定のため一定の地点を中心に十里ごとに円を描き通りを明らかにしたのだが、これが平ら法である。それ以前に使われていた型形法は四隅の理数が四星より遠いために、距離を一指定にすることができない欠点があった。また、天文観測による経緯線標識を適用した点と、基下原本を参考にし、西洋用基学の原理を利用した。 拡大縮小の正確性が上げられる。ありがとうございます。